こんばんは。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。ハートありがとうございます。こんばんは。寒っ。めっちゃ目に違和感ある。めっちゃ目に違和感ある。ああ明日山ここだ。そう、明日は山ここですね。楽しい。しかもね、ななみ。え、今日ってさ、もう10日なの。やばいね、なんか。やば。もう10日。明日はななみの生誕祭ですね。12月も10日がだってやばいですね。12月になったことすらまだ信じられてないのに、もうあっという間に10日なんて。やば。こんばんは。信じられない。もうちょっと2022年早い。本当に早い。あっという間ですね。この間やば、時の流れが早い。こんばんは。もうめっちゃ目に違和感。絶対目にゴミ入ってる。そうだよ、本当に。もうちょっと寝たら2022年。寝たら2022年。やばい。あっという間ですね、本当に。やば、本当にやばい。本当にやばい。そうだね。それで19歳になりますね。19歳か。
ぶちかます目標聞いたばかりね1年前に1年前に1ヶ月切ったのか、やばい。ピエンピエンピエン。ピエンピエンピエン。ニキビできた。18歳やり残したことないね。なんかあるかな。でもやり残したことか。鳥間雪遊び鳥間雪遊びしたいですね。こないだ16だったじゃん。そうだよ、こないだ。いやでも自分の中では15って感じ。すごい自分の中では15かな。15ゆうちゃんが19。嘘みたい。いやほんとそうだよ。あと1年で20っていう、20歳の前日の年になるってやばいですよね。ちゃんが車の免許取ったのが自分的には今年ビッグニュース。そうだね、私も自分的にも今年の自分の人生のニュースはやっぱり運転免許取ったことが大きいですね。本当に18歳。いやでもよかった、18歳のうちに取れて、なんかね、こんばんは。外見は大きく変わった。あ、本当？変わりましたか？変わったかな？いやでも初期ね初期ね。妹子だったからね。妹子成人18。いつから？あのね、ひなが二十歳になるときに18から成人だから、3学年一緒に成人式やるのかな。どういう感じなんだろう。ちょっとやだちょっとやだな。どういう感じなんだろう。どういう感じなんですかね。どういう感じになるんだろう。地元の成人式とか3学年一緒なんかめちゃめちゃちょっと嫌じゃない。知らない人めっちゃいるやん。それ知らない人。9ヶ月前の黒髪のヤヒですらよ。え、もういいな。髪の毛染めてから9ヶ月も経つか。そんなに経ったんだ。そんなに経った、やばいね。9ヶ月。でも
まあ、いつかまた黒髪にしたいな。結局多分嫌ですぐ茶色にする気がするけれど、いつかまたちょっと一瞬黒髪にしたい。もうずっと茶髪どうしようどうしようって今めっちゃねプリンなんだよね。結構プリンになってきてほら結構プリンになってきてるんですよ。染め直さなきゃと思いながらも染め直してない。そうだね、高校卒業してからだから。でも高校卒業して何月ぐらいに染めたんだっけ、それも忘れちゃった。18歳になったら急に綺麗になった。本当にやったやったね、嬉しい。自分で染めればまあまあ確かにそれはそうだけど、私はやっぱ人の前に出る立場だからやっぱそこはちょっとムラとかあったらあれかなって。まあそう言いつつプリンなんですけどねでも自分でやって失敗したらやばいじゃないですか。もちろん自分でやった方が自分でやった方があれなんですけどそう、さすがにちゃんと病院でやらないとだと思ってます。そう、ムラになっちゃう。運転の調子はどうすか。あ、ひな今日も運転しました。今日も三条行ってきた。今日も運転しました。怖かった。なんかひなちょっと分かんなくなってきちゃった最近。やばい運転が分かんなくなってきた。運転が分かんなくなってきた。そう、運転が分かんなくなってきました。なんかもう人に迷惑かけちゃってそうで、もうなんか焦る本当に焦りますなんか全然そのむしろそのなんて言うんだ、わかんない、なんかわかんないわかんなくなってきた。これ大丈夫なのかな、怖い。もう今日もなんか駐車しようとしたら後ろに人がいて、もう先行って先行ってって思ってるのにその人ずっと待ってて、もうどうすればいいのって思ってふんって顔で目線を送ったら言ってくれましただって怖いじゃん、後ろにいたらひなぶつけるかもしれないから言ってほしかったんだけどなんかずっと待っててその人が、だからもう顔に力を入れて言ってくださいって 目力で伝えたら言ってくれたそう、ハザード押しました押してたんだけど、まあ多分
わかんない、あっちも多分きっと変な場所 CJ マークついてても動くのか動かないのかっていうのが多分怖くて行けなかったんですよね。多分ひなはもうずっと止まってもう行って行ってって思ってたんだけど、あっちもあっちできっと怖いじゃないですか、自分私が動くか動かないかが。だから多分ずっと待ってたんですけどもう怖かった、もうほんと怖い。でも今日めっちゃ綺麗に、めちゃめちゃ綺麗に駐車場であの車止められたんですよ。そうすごい綺麗にそのインターバルも綺麗に入ったんです、初めて。この間お家で一人でちょっと駐車の練習したから、ちょっとそれが効いたかもしれない。そうめっちゃ綺麗に、もうその線があるじゃん、車を止める線があるじゃないですか、その線のこの綺麗なインターバルど真ん中に車まっすぐ入れることができました、今日は。でももう怖い、もう怖いです。タイヤ交換できる？できないできない。タイヤ交換はいつももうパパです、パパにお任せ。もらい式はめっちゃ気持ちいいやつやん。そう、もう初めてそのなんていうの、ちょっとこっち寄ってるなとか、車ちょっと曲がってるなっていうのもなく、本当に綺麗に今日は車を止められたからスカッとしましたねでももうまだ初めてだからちょっともっと練習したいですうんうん、でも怖い、なんかひなも運転員のやり方合ってんのか分かんない合ってんのか分かんない。怖い、そのまだ隣に車があるところで駐車できない、怖くて。今日は怖かったから右にも左にも車が止まってないところで駐車したんですよ。右にも左にも車が止まってないところで駐車したんですけど、もう右にも左にも車いるところで駐車できない、怖い、どうしよう。それできるようになんないともう何もできないよね。この配信は何時まで？この配信は8時までにしたいと思います。8時まで。うんうん。そう。後ろで待ってるとプレッシャー、そう、もう後ろだけを待ってるからもう怖かった。でもいつかはそういう時も来るわけですよね、後ろに人が待ってる中で駐車をしなきゃいけないみたいなことも出てくるわけだからさ、もう一発で入れれるようにできないと今日はひながさ行けっていう目で見たらいてくれたけどさそう、怖かったです。うんうんうん、そう隣にいると入れやすいよ。いや怖い、もう本当に無理、怖いです。ちょっとそれはできない、まだそれはできない、怖い、怖すぎる。
んかさ、車学でさ、そのブレーキを踏んだ時に膝がちょっと曲がってるぐらいの、なんていうの、その席の前後にした方がいいって言われて、ずっとそれで、まあ、車学でもずっとそれでやってて、でなんか、まあ、お家の車でもそうやってやってるんだけどなんかめっちゃ前に出てるんですよ、椅子が。ひなの足に合わせるとめっちゃ前に出すことになるんですよ。ひなってもしかしてめっちゃ足短いのかなって思って、そう、ママがやると全然もっと後ろなのに、自分が運転するときめっちゃ椅子前に出さないとちょうどよくなくて、ひなってめっちゃ足短いんだなって改めて分かってはいたけど、なんかびっくりするぐらい、その運転席だけ前に椅子が移動しちゃうんですよ。ひなめっちゃ足短いんだ実際にここでさ見せつけられると辛いよね。なんかそれでさ、他のさ、まあ、ママはまださ、ひなより身長高いからさ、わかるけどさ、ひなと同じ身長ぐらいの人でさ、めっちゃさ、椅子さ、後ろにやって運転してる人いたらさ、めっちゃ足長いってことじゃないですか。ひなが足短いからさ、運転席めっちゃ前にやっててさ、悲しい。悲しい。なんか車学でさなんか「えっ?」っていうぐらいすっごい前に出す人に出会って、そのセット教習っていうのかな、あの他の人と一緒に車に乗ってお互い運転を見合う教習があるじゃないですか。それでなんかあのさ、座高の高さも上げられるじゃん、席の上下と席の高さも上にできるじゃないですか。すっごい席の高さを上にして、めっちゃ座る場所を前にしてる人に出会って、もう後ろから見たら車の中がね、おもろい形になってる人に出会ったんですよ自分もさ、後ろから見たらそういう見た目になってるのかなと思ってどうしよう、なんかかっこ悪くないこんなに前になっちゃって、私かっこ悪いかもしれないかっこ悪いホワイトギフトありがとうございます。そう、どうしよう、将来もずっとひなこんなにさ席前にして運転しなきゃいけないのかなめっちゃかっこ悪いんだけど、めっちゃかっこ悪いわ、足短いのバレる足短いのバレる。こんばんは。子供が運転って思われる格好よりも見やすい、まあね、そうですよね未だにやひちゃんが車運転してるの姿想像できない、それなひなも未だになんか夢かなと思いますね未だに夢かなって。てか本当にひな、これ一生言うと思うんだけど、まあ卒検まではまあ本当にあの本当に受かったなって思うんですよ、実感があるんです。でも
本面だけは絶対ひな受かってない絶対受かってないのになぜか受かったの。なんで受かっ信じてない自分が本面受かったこと。これひな今さ本当に受かったのかな。でもさ免許証もらったんだよね。なんか免許証もらっちゃったんだよね免許証もらえたんだよね。なんかそうでも受かったから免許証を用意してくださってるわけじゃないですか。いやーでもひな本当勉強頑張ったなとは思うんだけどね。めっちゃ勉強は頑張ったよ。でもそんな一発で受かるほど受かるったのが信じられない。そうなんかの手違いじゃないかなって今でも思ってる。絶対手違いだよ絶対手違い。何点だったのか知りたいよね何点でも すごいなよく受かったな。よく受かったな。でもほんと勉強頑張ったマジで。本当に勉強頑張った。本当に勉強頑張りました。でももうなんかテスト終わった後にこれもうダメだって思ったもん。もう一回来ないと。いやもう一回じゃないわ、無限に来ないとって思いました。そう、こんばんは。でも免許証を用意していただいたということは本当に良かったということなんですよねきっとねいやすごいすごいな本当に。すごい自分で自画自賛だけど、でも本当に受かると思わなかったからこれはちょっと自画自賛しちゃうくらいびっくりなんです私的には。本当に本当に言ってるのって今でも信じられない。自分は高校卒業直後取りました。ああね、でも高校生からもう取ってる人もいますもんね。早生まれ遅生まれっていうのの人はね。ひなは早生まれだから頑張っても高校卒業後ぐらいからだけど、5月生まれとかはもう一瞬だもんね。もう高校3年生になったばかりで取れるもんね。すごいね、高校生で取ってんのすごい、ね、まだ実感ないよ。ないよ、ないですよ実感ない。オートマ取ったってことは原付も運転してみた。してないしてないしてないです、ね、
でもできるわけだもんね、オートマ取ったってことは。できるかな、ひなに。でも絶対一生乗る機会ないから大丈夫。一生乗る機会ないので大丈夫です。うんうん。いやでもいつかね、いつかいつか、やっぱ県外、いや無理だな、絶対無理だな、県外なんて。いやでも新潟はね、行けるようにしたいですね、新潟。新潟ね、新潟行けたらひなもこれでもう何も怖がることない。うんうん。左ハンドル、いやー無理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 、もう違うことはしたくない。これ以上何も違うことはしたくない。無理無理無理。うんうん、すごいよね。でもね、おしゃれだよね。でもこんばんは、初心者で東京から三条走った。マジで？すごっ、すごっ、すごすぎ。それ絶対無理だわ。うんうんうん、新潟の古町まで行けたら怖いものなし。そうだね、確かにそこら辺行けたらもう怖いものなしですね。でもなんか逆にその今日思ったんだけど、意外となんか道は別に普通に走れるんだな、ですよ。何が怖いかってなんかこう狭い出入り口のお店とかですれ違う時が今日怖かった。狭いその駐車場の出入り口でこう出ようとしている車とこっちを入ろうとしてて、そのすれ違いが今日めっちゃ怖かったからの駐車だから、なんか意外となんて言うんだろう、その都会の道を運転するのは多分ついていけばいいじゃん。それついていけばいいだけだから、そんなに怖くないかなって、意外とね。そう思った。そこのところはあんまり怖くない。そう、むしろ都会の方がさ、都会の方が道広いしさ都会の方が道広いし、なんか意外とそっちの方が簡単そうだなと。そう、今本当に何が怖いかって駐車なんです。とにかく駐車と、なんか例えばちょっと道間違っちゃったりしてさ、なんかちょっとバックしなきゃいけない時とか、バック無理、バックの動きがうまくできない。そう、
そのブランケット可愛いでしょ可愛いんですよ、あったかい。田んぼに落ちない。そうだねそうだね。水沢さんにラーメン食べに行きたい。そうだね、行きたいな、行きたいな。でも駐車がな駐車しなくて良ければいいんだけどな。駐車さえできればなんとかなると思うんだ。そう、車体感覚がつかめないと。そう、今この車と全然仲良くなれない。本当にこの車と仲良くなれないです、今全然。なんか今の車の感覚が全くつかめない。ポニテ可愛い、ありがとう。久しぶりにポニーテールしました。久しぶりにポニーテールしました。最近の子はオートマ限定が多い。うん、てか逆にマニュアルいないです。うん、最近はもうねマニュアル取る人いない、マジでいない。聞いたことないもんゲームとか好きな人は多分取ってる。そう、ゲームするの好きな男の子とかはマニュアルです。でもそれ以外はほんとオートマしかいない。聞いたことない、オートマ取ってんの。お、間違えた、マニュアル取ってる子。そう、ひなが入学する時もめっちゃゲーム好きそうな子が、あのマニュアル取ろうとしてためっちゃ偏見めっちゃもう見た目だけの偏見になっちゃうけど、すごい、あ、この子絶対ゲーム好きだなみたいな男の子が同じ日に入学したんだけど、絶対この人マニュアルだって思ってたら実際マニュアルだったもうめっちゃゲーム好きそうな男の子だったどうしよう、全然ゲーム好きじゃなかった全然ゲーム好きじゃなかったらどうしよう。うんうん、そう、うん、最近は本当にマニュアル取ってる人いないですね。マニュアル取ったけどオートマばかり。そうだよね、マニュアルみんな多分大人の方は取ってるじゃないですか。大人の方は大体みんなマニュアルを取って、でも今もうマニュアル取ってるにしろ今もうみんなオートマ使ってますよね。もちろんマニュアル使ってる方もいると思うけど、割合的にはもうマニュアルで撮った方もみんなオートマっていう方が多いんじゃないかな。マニュアルも車を何操ってる、なんていうの、探そう、なんて読む、なんて読むんだっけ、さ、そう、操作の操操作の操ってる感があって面白いけど、確かにね。だからゲーム好きな人が好きなんですよ多分、私の思い込みだけど。多分ゲーム好きな人は多分マニュアル楽しいって思うんだと思う。まあでも実際自分もやったらマニュアルね、楽しいっていうかさ、ゲームとかそういう操作好きな方は、ね、
撮ったけどほぼマニュアル載ってない。そうだよね、やっぱそうですよね。そう思う。仕事柄マニュアル使う機会多いんだけどマニュアル楽しい。へえ、そうなんだ。そうなんだね。うんうん。逆にオートマが怖い。いやでもそうだよね、オートマなんて危ないですよね。そうだよね、オートマは簡単だけど危ないって言いますもんね。うんうん、え、こそんなそんなとこで寝てんの？大丈夫？エコが寒いじゃない、硬い地面の上で寝てる。かわいい、かわいい。うんうん、こんばんは。いで。何考えてんだろう。なんか鼻についてるよ。なんか鼻についてるよ。こんばんは。かわいいエルコ。うんうん。鼻になんかつけっぱなしで寝てんの。かわいい。すごい毛が今ふわふわなんです。ほら見て。ふわふわ。なんか。顔周りはあの涙で汚れちゃうからあの毛切ってるんだけど、体は毛切ってないから今体のバランスめっちゃ悪いの。顔めっちゃちっちゃいのに体がでかくてすごい筋肉マンみたいな見た目です。エル君今ほらこんなに長いんだよ、手こんなに埋まるんですよ。ふわふわ。綿菓子みたいねえ、綿菓子食べたい。綺麗だよね、犬の毛って。かわいい。エル君首に巻いたらマフラーみたいになりそうね。エル君もほんてかこういうマフラーあるよね。こういうマフラーあるよ、こういう毛質のマフラーありますよね。ふわふわ。こんばんは。触り心地良さそう、めっちゃいいです。めちゃめちゃエル君の毛めっちゃね触り心地いい。しかもこの間おばあちゃんがシャンプー入れてくれたから匂いもいいです。匂いもいいです。犬のシャンプー上がりの匂いめっちゃいい匂いなんで、いい匂い。冬はエル君もあったかくしておかないとね。そうでもね、今日ママがなんかエル君毛長いから切ろっかなって言ってたけど、冬に切ったら寒いじゃないですか絶対。でもすごい今体のバランス悪いから長すぎて
迷ってる、迷ってます。ニアンの毛、ニアンはね今の時期はすごい綺麗な 毛並みです。でも夏、ん夏かな、夏の時期はすごい毛並みがねバサバサ、季節によってかな。ニアンはなったばありがとうございます。手袋ありがとうございます。エル君お風呂嫌がらないの？いや多分ね結構嫌がる、嫌がります。エル君のことお風呂入れた時ねめっちゃ体中爪だらけちょっとさこうガリッとするだけでさ、なんていうの、ミミズ膨れ、ん？ミミズバレ、ミミズバレになるじゃないですか。すごい体中ミミズバレになったもん、エル君のこと。なんか普段は服着て、服着てお風呂入れるんだけど、でもそうしても結局服がびちょびちょになって、そう嫌だなって思って、もう服とか着ないで入れればいいやんと思って、自分もお風呂に入る体でエル君のことお風呂入れたら、すっごい体中ミミズバレになったからやめましたそう後悔したでも結局服で入っても、服でエル君のことをお風呂に入れてもなんか服濡れちゃうからさと思ってきたら風邪ひいちゃうよね。そうだよね。でも今すごいね体のバランスおかしい、頭はちっちゃいのにガタイがでかいみたいな。そうふわふわね、ニーアン出演しないから寂しいねえ。ニーアン全然出演してくれない。なんか扉の前には来るんだけど、この部屋に入ったとしてもカメラの前には映ってくれないですね。抱っこしないと、抱っこするとニーアン噛むからさニーアン抱っこ嫌い なのですよ。ニーアン抱っこ嫌いなの。毛の色とか染められるのか、染められると思いますよ。たまにいるもん、たまに毛の色染めてる犬見つける。でもさすがにさすがにそれはしないですもうたまにいますよね。ドッグランとか行くと毛染めてる犬たまにいる。すごいよね、染まるんだね。かわいい。ねえどこ見てんの、エル君かわいい。そういえばニアン見てないね。ニアン最近みんなに全然見せてない。ね、本当にやだ口元舐めてくるの超やだ。ハートありがとうございます。ハートありがとう。こんばんは。おとなしいね、エッコね。昨日もおとなしかった。どうしたんだろう。うん。手袋ありがとうございます。最近ひづめ争奪戦はしてないの？
ひづめ争奪戦最近してないね。最近なんかあんまりひづめ食べてるとこ見てないかも。飽きたかなお二人とも。あんまり見てない最近。やってないの最近ね。飽きたのかもしれないです。飽きたのかもしれないですね。でもなんか洗面所にあるなんかソファーみたいなのが2人とも好きみたいで、最近そこを奪い合って喧嘩してる、喧嘩してます。たわし争奪戦たまにしてる。あ、だってたわし争奪戦はしてるみたいです。なんかたわし、たわし固いたわしがすごい好きなんですよ2人とも。たわし争奪戦は2人ともしてるみたいです。あと寝床、その洗面所のソファー争奪戦。うんうん、エル君もね頑張ってんだよ。エル君も頑張ってめっちゃ歯むき出してうーってやるんですよ。めっちゃブチャイク。めっちゃブチャイクなの。その顔がまた可愛いんだけどね。ブチャ顔なんですよ。歯むき出して頑張ってニヤに対抗してんの。エル君が勝つことあんの？うん、でもね、なんかエル君も頑張ってすごい歯むき出してうーってやるから、たまにニーヤン諦めてるかも。うん、たまにもういいやみたいな感じでニーヤンが諦めてる時あります。まあ大体エルも負けるけど、大体エルもが負けるけど、たまにニーヤンから諦める時ある。たわしのイントネーション独特。あー、そうですね、多分みんなはたわし、たわしか、ひなたわしですね。イントネーションおかしいよねやっぱりね。でもたわしなんだよな。たわし、たわし争奪戦、たわし争奪戦。たわし争奪戦、たわし、たわし争奪戦。どうしたの？クークーちゃんなの？クークーちゃん。たわし。こんばんは。珍しいね、ニーヤンが諦めるなんて珍しいですよね。たわしとからしのイントネーション。そう、たわしとからし、たわしとからしが普通なのか。たわしとからし。まあ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 、私はそっちです。えっと、たわしの言い方一緒。あ、本当？本当？みんなは、みんなはひなと違う方ですか？どっちの方が多いんだろう、全体、全国的には。やっぱたわしの方が多いのか。何が、なんでなんだろうね。これさ、地域の問題なのか、もうなんだろう、その家庭の問題、家庭の問題っていうか、その親、親のその代々の問題なのか。違う方、逆です。あ、本当？違います？ね、何の、何地域なのかな。でも全く地域関係なくて、やっぱ親がこうだからっていうあれなのかな。誰の影響なんだね、誰の影響なんだ。ひな、ひな親どっちなんだ。でも親がそうだからきっとひなもそう言ってるんだろうかなって思うんだけどね。
あ、もうこんな時間。あ、ママも指摘されるって。ってことはママもひなと同じだ。方言、あーでもやっぱ方言やっぱ地域のあれでもあるのかな。よっかかるを追っかかる、そう追っかかるって言います。追っかかる、うん。ということで、やばよし、ランキング読みたいと思います。あっという間1時間あっという間すぎる。13位なやさん、ありがとうございます。12位りっくんさん、ありがとうございます。11位いそけんさん、ありがとうございます。10位ましおさん、ありがとうございます。9位たけるんさん、ありがとうございます。8位うにゃにゃにゃさん、ありがとうございます。7位韓国ペンギンさん、ありがとうございます。6位トトちゃんさん、ありがとうございます。5位ゆずきちさん、ありがとうございます。4位ヤッキーさん、ありがとうございます。3位てってれーさん、ありがとうございます。2位やまさん、ありがとうございます。第1位あぐさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで続いての配信はですね、8時じゃなくて9時から配信しようかなと。いやでも9時からじゃない方がいいのかな。9時からか、いやどうしようかな、あと1時間15分もう一気にやっちゃおうかなと思ってるんですけど、9時半10時9時半9時半にしようと思います。次の配信は9時半から22時45分までにしたいと思います。ということで次の配信は9時半です。よろしくお願いします。ではご飯食べてきます。おやすみ、またね。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。また後で。ありがとうございます。おやすみなさい。また後で。またね。バイバイ。ありがとうございます。